お疲れ様です。アフリカのある国がすごく貧困にあえいでいたんで、世界中からあの物資をね、供給して寄付したらしいんですよ。例えば服とか、それから食料品とか、まあ、それこそエネルギーとかね、家電とかね。まあ、そうすると何が起こったかっていうと、貧困度が増したらしいんですよ。これ2つの理由があって、世界中から集まった物資をこうね、猫ババするような人がその国にいたっていうのが一つと、 だからあの本当に貧しい人に,貧しい人に、ね、届かなかったっていうのが一つもう一つの原因っていうのはあのただ同然の製品とか食品とかがこう一気に届いたんでその国の産業が成り立たなくなったらしいんですよつまりただで手に入るもんだから一生懸命低賃金で働いて苦しい思いした人が完全に失業しちゃったらしいんですよねだから貧困って与えるとねダメになる例もあるんですよね だからもしかしたらねそのドリーム燃料にしてもニコラテスラの電気にしても今となってはもう無料だからこそ有害だとも言えるのかなとジレーマですね。うん確かに